弦楽四重奏曲第14番に単調 D810 はフランツ・シューベルトが作曲した弦楽四重奏曲。作曲者が健康の衰えを自覚した直後の1824年に作曲された。なお、第2楽章が自身の歌曲、首都乙女を引用していることからこの曲も首都乙女と呼ばれている。すべての楽章が単調で書かれ。 当時のシューベルトの絶望的な心境が垣間見える。自筆譜はニューヨークモルガンライブラリーに所蔵されている。他にすべての学章が単調で書かれた作品には JS バッハ作曲のバイオリンとチェンバロのためのソナタ第5番へ、単調、ショパン作曲のピアノソナタ第2番ヘンロ単調、ショスタコービチ作曲の弦楽史重奏曲第15番ヘンホ単調がある。 弦楽四重奏曲第14番の実質不この弦楽四重奏曲第14番は以下の4つの楽章からなる。後にグスタフ・マーラーによって弦楽が奏用に編曲された。アメリカ合衆国の作曲家アンディ・シュタインによる還元楽版もあり、ジョアン・ファレッタ式バッファロー・フィル・ハーモニー還元楽団の演奏がなくさずから発売されている。ありがとうございます。